クセイバーです。今回は、サンデーサイレンスは果たして成功するのか?に対するみんなの反応集を紹介します。それでは、どうぞ。初年から種付け料1100万円はかなり強気だが、神経があまりにもスッカスカだから無理じゃね、突然戦意集する。なんやこの母方。今日本にいる他の馬どんなもんだっけ、トニービンとか。早田牧場がロベルト3区のブライアンズタイムを買ってた。まだ後のオープン馬ポツポツ出して終わりじゃない?芝で通用する気はしない。買うならイージー5は連れてくりゃよかったのに。さすがに無理やろそれは。あんなドメイチ無理に決まってんだろ。日本でアメリカのダート馬の3区が走るんか?そもそもサンデーが日本に来たのも向こうじゃ買い手が全くつかないから車代が拾ったんだっけ?なんでこんな変な馬買ったの?なんか吉田一家が走りに惚れたからとか、まあ確かにケンタッキーダービーとプリークネスステークスの2冠でブリーダーズカップクラシック勝ってるし競争成績は文句ないけど血統がねえ。プリークネスステークス見てみろ、飛ぶぞ。戦績エッグ血統がボロクソらしいとはいえよう売ってもらえたな。自己生産の実績馬とか手放したくないもんじゃないんか。冷静に考えるとポジ要素がなさすぎる。向こうでも書いていなかったみたいだしね。え?ベガほどの名品の一番にこいつを?ブライアンズタイムじゃなくて?同じ1992年生まれでもワンチャンオグリ3区のが見かけそう。父親 G1 馬で北米リーディングサヤーだが3区はパッとしない長期少男な一流半守護馬、母親凡走馬かつ希少男。高祖母まで未勝利馬だらけ。母父頑丈なだけの凡走馬。名品付けまくるんだろうけどこけたらやばいよね。というかヘイローってどんな感じなの?芝の G1 馬だからあっちじゃ二流だこっちのダートみたいなもん。悪い守護馬ではない3区からグッバイヘイローとかグローリアスソングとか出てるし、ケンタッキーダービー馬もサンデーサイレンス以前に出してるし、まあめっちゃいいとは言わんが悪くない守護馬。ヘイルプリーズン3区障害成績31戦9勝 G11 勝獲得賞金25ヨロズ9553ドル。ノーザンダンサーの母父無名ないと幸運微妙。通貨いくら米国生産者から人気ないとはいえ2冠プラスブリーダーズカップクラシック KG16 勝エクリプス賞年度代表馬のアメリカの大スターとも言って良いレベルの競争馬をよく変えたよな。サンデーサイレンスか未知数や初年度3区見てから考えよう。正直アファームド連れてこれなかったんかと思う。さすがに3冠馬はそう簡単に売ってくれんやろ。コーナリング性能が3区に受け継がれたらワンチャンないかな。下手すると曲がった足が遺伝する可能性の方が高くね。そうなったら終わりでしょ。こんな馬体が遺伝したら走らんて。1100万とかボリすぎだろ。いくら2冠馬とはいえ半分くらいでちょうどええ。気性エグいらしいが他馬とやっていけんのか。初年度1100万は明らかにふっかけすぎやな。大失敗も視野に入るレベルの血統なのに。今更なんだがこれ時代背景は1990年秋から1991年春あたりでいいんだろうか。ヘイローの血統は後々アルマームードのクロスやナスキロ狙える素晴らしいもんだから普通にイージー5アより良かったのかもね。言うてヘイルプーリーズンの系統はリアル車代や日本ピローイナーもおるし悪くないんやないか。足元が不安だが。脇屋の種付け相手がトニービンの代役でこの馬になったそうな。果たして吉と出るか凶と出るか。逆に牧場は年度代表馬をなんで売ったんだよ。馬体重視のアメリカだってこれだけ走った馬なら引く手はあるだろ。経営があかんかったとか。馬主は結構こいつに入れ込んでたし、そうでもなきゃ吉田に恨んでしょ。せちがらい。言うて現実はそんなもんやで。アメリカンドリームだなんて言うは簡単やけど、チンプなだけになれるやつなんてほぼいないんや。言っちゃなんやが宝くじに当たるのと同じようなもんやな。そんで、競馬っちゅうのはそんな成金なんかは及びじゃないんや。代々続く尊き血統っちゅう期待値の高いやつしか活躍できん。せやからブラッドスポーツ言われんねん。馬主さんも分かってた野郎に大方己と重ねてたんとちゃう?俺未来から来たけど今年のダービーサンデーの血が入ってない馬誰もおらんかったぞ。嘘をつ。ノーザンテイスト超えやんけ。釣り針でかすぎや。東海ダービーって沖やろ?ダート馬やし地方でも血統残ってるならええか。未来から来たけど東海優春から東海ダービーの名はまた消えて東海優春に戻ってて、サンデーの血の入ってない馬が12頭中2頭いたよ。未来から来たけどサンデーはボバ牝馬両方で3冠取るよ。いくら強くても血統なんやこれ日本に合わんやろ。なんかこいつマックイーンに懐いてるな。両方の血を継いだ馬が出てくると面白そう。おう、面白い馬が出てきたぞ。3冠馬のくせに白地調教最新作だったり。は?3冠馬取った馬が平地最新作とかありえないんだが。俺も未来から書いてるけどサンデーサイレンス3区の成績はざっと中央 G1 勝ち馬は総勢45頭 G1 勝利数74にまでいったよ。
さらに直系の孫世代ひ孫世代の成績も凄まじいものがある。まさかサンデーサイレンス3区の親子が無敗3冠とか取るなんて。にわかだから決闘とかよくわからんけど戦績クソすごいしそれなりに成功するんじゃね。一応繁殖数はこなしてるみたいだな。とはいえ人気だからじゃなくて人気馬が埋まってるからその代用みたいな感じだけど、あっちじゃ下手な鉄砲も数打ち当たるって言うんだろ。ワンチャンあるんじゃね。最初の G1 馬の名前は藤木石、最後の G1 馬の名前は祭りだごっこだよ。集団幻覚著しいな。お前粗悪なの決めてんだろ。藤木石と祭りだごっこって絶対適当に考えたろ。お前ちなみに勝ち倉は朝日流行り馬記念3区初思想初勝利かというか馬主サブちゃんかい。足が曲がってるとか見にくいとか散々な言われようだったから蔵を拝みに行ってやったんだが、真っ黒な毛色でかっこよかったわ。おかげだそうだからラモーヌともども頑張ってほしいもんだね。はぁ、早くおぐりの子がデビューしないかな。あれ勝ち上がり良くないか。息子の藤木石は割とイケメンだな。そういえば藤木石がなんかクラシック有力とは言われてたな。まあ成田ブライアンには難しいとは思うがな。速報朝日杯をサンデーサイレンス3区藤木石が勝利。サンデーの子供に50戦もレース走るやつがいたんだけど、そいつが50戦目のラストランで G1 馬になるよ。しかも香港のレースを勝つよ。おいおい本当に未来人いるんじゃないのか。これすごすぎてちょっと怖くなってきたぞ。クラシック有力じゃねえのか。来年に期待だな。立ちの悪いクラック決めてたバカの妄言じゃなかったのか。名前と勝ち蔵も当ててんじゃん。丸貝のスキーキャプテンに勝っちまったよ。こいつこの前安田とかで豊かが乗っててヨーロッパで豊か勝たせたやつの弟だろ。これクラシック持っていくかもな。皐月賞ダービーあたりは飛行藤木石故障マジでか。強いのは分かったけど脆いのは心配だな。若葉ステークス勝ったジェニュインあたりも悪くはなかったが、やっぱり藤木石の異次元ぶりには負けてる感。飛行藤木石引退。これは初年度3区でクラシック制覇はダメみたいですね。やっぱ足元が弱いのかな。これでサンデー無双も終わりやね。嘘だろ、まさか例の予言者はこれも知ってて言ってたのか。ちょっと残酷すぎる。心が張り裂けそうだ。サツキ賞、ジェニュインが勝利。藤木石引退はショックだったけどサンデーやべえわ。タンパハイもたやすつよしが勝ったし、もしかしていけるか。いや、この名前が G1 馬になったらおもろいな。続いてサンデー3区のジェニュインが G1 制覇か。初年度で G1 を見つって、これロッとしたらロッとするんじゃないの。牝馬はどうなんだ。プライムステージが評判いいな。エアダブリンの妹は素質ありそうやけど、ちょっと気性が。オークスもダンスパートナーだったし、これはあるのでは。個人的に前提がいるって話なので、こいつに期待。前提いるんか。姉貴がオークス馬ならダービー勝ちそうか。豊かあたりが悲願叶えるため乗ってきそう。なんでだ。あとは決闘が芝で走るんだ。一概に米国と日本の馬場を比べるのが難しいとはありえなくね。向こうのダートは砂じゃなくて土だからな。スピードとパワー両方高水準に揃わないと厳しいんだろう。二冠馬それがないはずがなかったわけだが。いや、アメリカのダートは土ダートだから日本の砂ダートより芝の方が近いんよ。なんか最近 G1 で活躍する馬全員こいつの血統入ってない？気のせい？まだ二つと言っていいのか、すでに二つと言っていいのか、これもうわからねえな。初年度3区でクラシック簡単に取り上がって、まあアメリカン特有の早熟だろうからこれまでだね。まさかとは思うけど、父ヘイローの主戦場がターフだからサンデーもターフを走れるとかそういう話か。ウイニングチケットの判定もサンデーって聞いたぞ。トニー・ビンもからサンデーになることで何か変わるんかね。チケゾーはダービー制覇してたが。キクもサンデーあるのでは。誰が出るか知らんが。同胞日本ダービー、サンデーサイレンス3区田安剛が制覇。速報田安剛、ダービー制覇なんなんだよこいつ。初年度から春クラシック3勝とかやべえよやべえよ。これワンチャンキクも取れるんじゃないのか。これはすごい守護場を引き当てたのか。単純に日本のレベルが低すぎたのどっちだ。キクはいけそうなのいなくないか。ジェニュインもサツキは勝ったけど本質マイラーぽく感じる。藤木石がバケモンなだけやろと思ってたら、藤木石に負けた田安剛もダービー勝っちまうし、どうなってんだ。なんか成田ブライアン故障したらしいし、これからはサンデーの時代だな。サンデー3区迎え撃つならブライアンズタイムの3区かと思ったんだがな。パートナーと剛が効く行くらしいけど、パートナー頻繁だよな。ダンスパートナーは豊かが掲示板にねじ込んだぞ。あの人京都だと何でもありだなほんと。初重賞も初 G1 も京都だし庭だろ。もうトニービンもブライアンズタイムも終わりやね。これからはサンデーの時代や。飛行菊花賞、マヤのトップガンが制覇。まあノコトウ、そもそもサンデーが長距離走れるなんて話は聞いたことねえしな。菊花賞
はマヤのトップガン化時代に名を残す大物はブライアンズタイムからかな。やっぱりブライアンズタイムって神だわ。なんかしれっとジェニョインが天皇賞2着になってんだけど、4歳で天皇賞なんて無理だろって思ったのに検討してんじゃん。今のところサンデーの制裁はダンシングキーでいいんかな。ダンスインザダーク菊花賞制覇姉の仇を取ったか。すげえけど逆にここまですごいと早熟派や彼の可能性高そう。実際田安剛は秋になった瞬間に弱体化してるし、ジェニョインとダンスパートナーも今は強いけど、コバ G1 取るのは正直言って無理だと思う。まあ持って5歳の春先だろうね。ちょっと待て、ダンスインザダーク菊花賞ってマジか。スペシャルウィーク強すんぎ。ダービーをバシンとかバケモンだろ。サイレンス鈴鹿が飽き点で予後不良かよ、後味悪い。なあサンデーサイレンスやっぱヤバかったんじゃないのか。サンクはクラシック普通に取るし、他の G1 もポンポン取ってるじゃん。スペシャル以降ちょっと勢い止まってない？いや変な馬2頭のせいはあるけど。言うて春飽き点スベラギ賞にジャパンカップ取ってるやん。ヤバいだろこいつ。スペシャル以外その年は初気味だし、96や95年の感じからすると落ち着いたなって。スペシャルウィークは引退アドマイヤベガも怪我で療養中、ステゴはいい加減かて。TM オペラ大春天制覇か。誰だよオペラハウスって。時代の流れが一気に進んだ結果、めちゃくちゃ大事なはずのバブルの空き天制覇が流されててちょっと笑う。でも俺ステゴがひたむきに走ってるの好きだよ。頑張り屋さんでちっちゃくて可愛いね。エアデジャブー判定気象悪すぎや。フサイチゼノンはなんかサツキでないらしいし。サツキ賞、サンデーサンクエアシャカール制覇。なんかダービー馬のアグネスフライトの前提はすごいとかどうとか聞いたぞ。何げ富士奇跡も守護馬として頑張ってね。シャカールいなけりゃサツキ賞馬だったぞ。エアシャカール変則2冠か。これで今年のクラシックはサンデーサンクが制覇したということになるわけですが。何気にサンデーサンクでボバ3冠独占したのは初か。なんかジャパンカップでボロボロだったな。まあフライトの弟がいるし来年はなんとかなりそうか。フライト前提強くね。これは3冠あるんじゃねえか。富士奇跡みたいにならなきゃ良いんだけどね。でかいフラグ立てやがって。ステゴがドバイシーマ勝ちやがった相手ファンタスティックライトだぞ。地方アグネスタキオン福建園皐月賞でいつもより伸びなかったからどうしたかと思ったらお前よ。ダービーこそジャンポケに取られたが、キクはマンハッタンカフェが取ってるぞ。なんか長距離もすでに余裕だな。富士奇跡地味に守護馬用やってない。親父のせいで目立ってないけど、今んとこサンデーサンクかそれ以外かって感じになってるけど、この状況っていつまで続くのかねえ。成り物入りで海外から輸入されたラムタラのサンクってもう走り出してるんだっけ。ラムタラサンクの活躍次第ではこの状況も変わってきそうな気もするんだが。ラムタラとか見えた地雷だろ。ただでさえ日高には欧州血統がはびこってるってのに重すぎて走らんだろ。